夢ラジオ第6547回、今日は令和6年7月12日金曜日です。時刻は午前1時半、もう真夜中ですよね。午前1時半、街は眠っています。今夏ですから4時ぐらいには明るくなるんですけど、さすがに今はもう本当の夜ですね。なぜか今日は眠れなくて夢ラジオの放送しています。午前1時半、今回はハッピーエンドとは、こんなタイトルですね。このひらがなのハッピーエンドというこの言葉を聞いて懐かしさ感じるというお方は、ある程度 J-POP 史に詳しい、そういうお方かなと思いますよ。私自身も実はハッピーエンドっていうのはリアルタイムで聞いてはいないんですが、ですから個人的な思い出ではないんですけど、けれどこのハッピーエンド、このひらがなのこの佇まい、そしてまあハッピーエンドといえば風を集めてですよね。あの曲を聞くとやっぱりなぜか懐かしいんですよ。その時聞いたわけじゃないんだけどね、ずっと後になって聞いたんですけど、でこのハッピーエンドとはというこういうタイトルなんですけど、1970年の前半、これいつと特定できないんですよ。71とか2だと思いますけど、いつと特定できず、よっしゃハッピーエンドだって言ってなんとなく始まったバンドがあるんです。大滝詠一、鈴木茂、松本隆、そして細野晴臣、この4名ですね。でもうそうそうたるメンバーだと思いません？大滝、細野、松本、で鈴木っていうこの4名で、大滝詠一はっていうと君は天然色っていう曲ご存じないですかね。唇ツンと尖らせてみたいな、ちょっと歌いにくい曲なんですけど、ああいう曲歌ってましたね。で大滝さんは他のアーティストに曲を提供する場合も多くて、例えば吉田美奈子に夢で会えたらって、夢でもし会えたら素敵なものねちょっとすいません、音程狂いましたけど、まあご存知な人はご存知でしょう。あれ大滝詠一ですよ、夢で会えたらって、吉田美奈子が歌ってる、眠り続けたいっていう、いかにも70年代ですね、メロディーラインで。鈴木茂、砂の女とか、この人もギターが上手で、ヒット曲っていうのはちょっと少なめなんですけど、ご自身でも歌ってらっしゃいましたね。松本隆、ハッピーエンドではドラマだったんですけど、で作詞を担当したりしてたんですが、ハッピーエンドの曲の大部分は松本隆ですね、作詞は。夏なんですとか、あるいは今日ご紹介する風を集めてっていうのも、かけたいんですとか、なんか頃松本隆はですみたいな歌詞をよく使ってましたね。夏なんですとか。で松本隆はその後やっぱ作詞家として、呉田軽穂と組んでいい曲いっぱい作りましたね。春色の汽車にのおてん海に連れて行ってよ、タバコの匂いのシャツにそっと寄り添うから。まあお分かりの人は分かりですね。赤いスイートピー、もう呉田軽穂と松本隆のコンビネーションでもう一番の名曲はあれだと私は見ておりますが、まあ、他にも聖子ちゃんだけじゃなくてね、いろんな人に松本隆作詞という形で
楽曲提供していますね。で、作詞っていうのはかつてはね、アクユーっていう、あるいは伊藤明とか、ご存知ですかね、アクユーとか伊藤明っていう、こういう方々がですね、もう担ってたんですけど、その次の世代でやっぱ松本隆が出てきたわけですね、作詞家としては。で、細野晴臣っていうと、もうこれなんかね、イエローマジックオーケストラっていうんでしょうか、あの高橋さんと坂本さんと細野さんで、あの YMO ダンダンダンダッ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 ダン、これライディーンですよね。あとダダダダンダダダダダッダンと、あれはテクノポリスでしたか、うん、という、そういうなんか何音楽っていうんですかね、あれ YMO のあれコンピューター音楽っていうんでしょうか今で。ね、細野さんは実は坂本龍一と組んで、やっぱり聖子ちゃんとか他の人たちにも楽曲提供してるんですよ。でね、このさっきからお話してる大滝、細野、鈴木、松本って、この人らの影響をもうみんな受けてるんですよ。あの70年代後半から80年代90年代に活躍したあの J-POP の面々って、もちろんシティポップの、 あの山下達郎、それさっき名前挙げたあの吉田美奈子で、鈴木亜希子、鈴木亜希子さんは矢野亜希子さんに変わりましたね、名前がね。で松田聖子もそうですよね、ユーミンで、もうその他いろいろ、太田裕美ちゃんもそうですよ。大貫妙子、あのシュガーベイブの人たちも、もうみんなこのラインなんですよね。で、2000年代に入ってからは、ひとみといってご存知ですかね、ひとみとい、あるいはあの流線形っていうバンドをが出てきてですね、2000年代に入ってからはもう一回あのシティポップやり直そうぜという、そういう動きが出たんですけど、ちょっとはっきりあのちゃんとしたトレンドにならずに終わってしまいました。あの流線形の、 あの2000年代2010年代の試みは非常にいい試みだったんだけど、今一つ乗れなかったですよね、あれ残念ですよね。で、この4人でハッピーエンドで、ハッピーエンドといえば風を集めてなんですよ。それで僕も風を集めて青空をかけたいんです、青空をとかっていう、細野が歌ってますよねこれ。で、なんかぶっきらぼうに歌ってんですよ、細野さんがこれを。まあ、若かったからってのもあるんですけど、私は最初この風を集めてっていうのを別にハッピーエンドとか細野とか知らずに、なんか J-WAVE から流れてたから、なんだこの曲と思ってね、思わず耳澄ましたんですよね。最初はなんか変な感じの曲だなと。歌詞がやっぱり松本隆が凝った歌詞をね、あのコーヒー屋でとかってね、あの暇を潰してたらとかっていう、なんかこう、なんかすごいいい歌詞なんだけど、もう凝ってるね、凝った歌詞、手の込んだ歌詞なので、最初聞くと、あの路面電車が海を渡るのがって、なんで路面電車海渡ってんねんっていうさとか、まあ、シュールなんですよ、あのハッピーエンドの曲はどれもこれもね。でもなんか何回か流れてたから、聴いてるうちにこれすごいぞと。しかもね、私集中的にあの J-WAVE 聴いてたことがあって、あのちょうど90年代のあの渋谷系が流行ってた頃ですよね。
じゃあ太田裕美とか矢野顕子がね、この風を集めてカバーしてんですよ。あの優しい女の声でね。でもっともっと後になって、あ、ハッピーエンドってバンドあったんやと。でこの J-POP の70年代80年代そして90年代の展開はこのハッピーエンドから始まったって言っても過言ではないとか言いながら、その全然あのアルバムが2枚しかなかったし、結局解散しちゃったんですよね。しかもなんかゆで麺とかって言ってね、あのゆで麺っていう、そんな LP のジャケットしてるんですよ。でゆで麺って呼ばれてたんですよ、そんな LP そのものが。なんやそれと。でこのハッピーエンドとは、その後ね、このハッピーエンドって全く同じメンバーで、ただ大滝抜けてたかな、細野、鈴木、で松本、なんかティンパンアレーとかキャラメルママとか、そういうバンドに変わっていったんですね。大滝さんいなかったね。でドラムも松本が叩いてる場合もあればね、林達夫さんっていう、これまたあの頃のドラムを担ったドラマーなんですけど、その人に変わったりもしましたけど、まあベースは細野がやってて、鈴木はギターで、でユーミンが前に出てきて、でたまにムッシュかまやつが出てきて邪魔してみたいなさ、なんかあれ一体何だったんでしょうね、あのティンパンアレーとかキャラメルママとか。で、あの時に一瞬出てくる小坂忠さんって吉田美奈子と一緒に歌ってんですけど、吉田美奈子が若い頃はなんかまだ綺麗だったんですよね。なんかまだとかっていうと、なんかちょっと失礼な言い方ですけど、あの小坂さんってね、吉田と歌ってるあの方、一瞬出てくるんですね、あのティンパンアレーで。どういうお方なのかなと。で、あのムッシュかまやつが邪魔だけしに出てくる。ムッシュかまやつもだからこのラインなんでしょうね。あのかまやつひろしってご存じないですか。夢よよきと思うよと、あので、お前今頃この空の下で俺と同じあの星見つめて何を思うって、なんか曲が流行ったんですよ。これなんて曲でしたっけ、かまやつひろしの我が良き友よか。で、あの B 面はあのゴロワーズで、ゴロワーズというタバコを吸ったことがあるかい、ほらジャンギャバンがシネマの中で吸ってるやつさとかって、なんかブツ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 言うようななんか曲作って。でもあのゴロワーズは何回も聴いちゃうね。我が良き友はもう聞く気しませんけど、あのなんかイントロすごいじゃないですか、あれ。ダダンダダダダララランダダダダララン、ダララ、あのゴロワーズのね。そうなんですよ。ハッピーエンドからまあ日本の J-POP、 日本の J-POP って変ですけど J-POP は始まりましたね。でちょうど時代的にはハッピーエンドのすぐ後にキャンディーズピンクレディーが登場するんですよ。あと渡辺真知子、太田裕美、久保田早紀、こういった面々ですよね。でその後ぐらいに、あのなんかクリスタルキングって覚えてらっしゃる人いますかね。あの大都会、ああ果てしないとかって、あのすごい歌ってた、あのアフロのお兄さんの、という、そういう風になって、で80年代からは山下達郎の J-POP ですよね。でちょうど同じ頃に聖子ちゃんがあのデビューしますから、という、そういう、まあ、流れなんです。その後ちょっと遅れて中森明菜が出てきてっていう、この頃にハッピーエンドがなんか地味な LP 出してたんですけど、それが結局後の J-POP の土台になったわけですよね。で大滝さんはね、6名館の頃からの J-POP 史みたいなものを語ってますよ。私はもうちょっと聞く気がしないので、あのしかも演歌も結局 J-POP 史の一部になるんですよ、大滝さんによれば。
すごいなと思いながら、ちょっと私も J-POP をそこそこのね、お話ししてるつもりなんですけど、さすがに演歌とか、そこら辺まではカバーできないですよね。大滝さん何でもありだから、うん、大滝詠一さんは何でもありだから、うん、やってましたね。さて、ハッピーエンド、もう大滝さんは亡くなられたんですけど、あとの3名はまだ頑張ってらっしゃいますよね。もしハッピーエンド知らないって方は、風を集めてだけでも、で細野のぶっきらぼうな歌い方が何やこれと思うんだったらね、女性ボーカルのカバーありますから聞いてみてください。そしていや、ハッピーエンドはもうあの頃から聴いてるぜっていう往年の J-POP ファンの方、楽しんでいただけたでしょうか。ちょっと取り留めない感じになってしまいましたけど、これで終わることにしましょう。